サディカー、バンコクの吉田でございます。本日は、グランドセンターポイントプルンチットホテルのコロナ対策をご覧いただきたいと思います。早速中の方に入ってみたいと思います。まず入り口なんですが、このような形ですね、アルコールの滅菌マットございまして、このような形で、靴裏を消毒をいたします。サディカー、はい、まずこちらなんですが、サーモグラフィーございまして、37度5分以上の熱がないことを確認をいたします。でこの横の方なんですが、この QR コードございまして、携帯電話をかざしていただいて入館の記録を残す必要がございます。でこちらの方にですね、アルコールの除菌スプレーございます。はい、こちらチェックインカウンターの前なんですが、このようにですね、ソーシャルディスタンス確保のためにステッカー貼ってございます。このような形で3つを防ぐ対策を行っております。こちらチェックインカウンターですね。サディカー、こちらなんですが、透明のアクリル板がございまして、飛沫感染を防ぐ対策を行っております。でもちろんこちらの方にもアルコールのスプレーございますね。で職員の方はですね、このようにフェイスシールドを行っております。でこちらなんですが、特徴的な機械なんですが、キーカードや、ボールペンなんかを滅菌する機械が特別に導入をされております。はい、こちら朝食会場に参りました。まずこのような形ですね、ソーシャルディスタンス確保のためのステッカーもちろん貼ってございます。でこちらの方にアプリケーションの、QR コードですね、携帯で読み取って入館の記録を残します。でアルコールのスプレーももちろん準備してございます。で職員の方はですね、皆様マスク並びにこうフェイスシールドプラスこう手袋もされております。席の方を見てみたいと思います。お席の方なんですが、こちらの方にもですね、こちらのステッカー貼ってございまして、対角に座るような処置がされています。でこのステッカーが貼っている場所には座れないという形となります。はい、エレベーターの中も見てみたいと思います。まず足元なんですが、ソーシャルディスタンス確保のためにステッカー貼ってございますね。でちょっと暗くて分かりにくいかもしれませんが、アルコールのスプレーもこちらにございます。はい、こちらホテルの宴会場でございます。宴会場の入り口はですね、この形で QR コードございまして、入館の記録を残す必要ございます。でこちらの方にももちろんアルコールのスプレーなども常備してございます。